流水岩再建。完璧な攻守一体の動き、同じ技でも完成。ジジイらしくもねえ猛撃。どこで覚えた？まるで獣じゃねえの。マング、あとは画廊だけだ。画廊を生け捕りのために戦力を投入したが、さらにシルバーファングまでも、今度は私がオロチに食われるかもしれん。なんとか画廊に自力で切り抜けてもらうしかないが、どうやら絶望的だな。それ、もう少しだ。行くぞ、バング。バングのジジイ、元一番弟子が弱り切ったところを狙ってきやがった。しかも、ね、こいつらに命乞いの演技をしても、鬼サイボーグが俺を見逃せない。いいよ、パンパパーン、ジャスティスマン登場。危ないよ。は？かわいそうだよ。お前が怪人になれよ。随分と嫌な記憶じゃないか。こいクラスの人気者だったやつ。なになに、どうしたの？画廊が暴れてる。何それ、こいつ何考えてんの？タッちゃんがかわいそうだ。それはヒーローごっこで怒ったと聞いたが本当なのか？違うんです、いつも僕が怪人役で。お前が暴れたんだろ。ヒーロー役がタッちゃんなのが気に入らなかったのか？いや、そんな話じゃない。ヒーローごっこは子供番組を忠実に再現したただのお遊び。誰が何の役をやろうと自由だ。タッちゃんはクラスの人気者、ヒーロー役は周囲の了承を得た上で成り立つ。俺に出番がないも同然だ。じゃ、みんな、ちょっと画廊を抑えてて。オッケー。俺は必ず負ける。ジャスティスマン、キック。誰からも嫌われている弱者を叩きのめすという構成。もう僕は怪人役なんてやりたくないんだ。勝負に僕が勝ったら、もう僕に関わらないと約束しろ。今日だぞ、話せ。僕はタッちゃんと勝負を。暴れ出したとみんな言ってるぞ。違うんです、タッちゃんは人気者だから。みんな僕が何が正義だ、何が悪だ、許せん。俺は怒っている。ガロー、終わって。何？バグ！必要になったんだよ。まあいいけど、うん、全員ってわけじゃないけど。そうか、正面に4人、計8人。普通に考えりゃ楽勝だが、こっちは満身創痍。おじさん、外に誰かいるよ。話しかけるな。時間がねえ。ソガキ、お前は床に伏せてろ。小屋は撃たないでくれ。素直じゃんか、降参か、バカ言え。挑発に乗るな、ワイルドホーン。かなり弱っているようだな。絞り上げて吐かせてやる。さすがはヒーロー様、殺さないでくれるとはお優しいこった。ただでは済まない。意気がって怪人を名乗ったことを後悔。ヒーロー狩り。空中でじゃなかったな、矢野。名官呼んでてよかったぜ。この状況でも徹底抗戦とは、ヒーロー狩りとはただのアホなのだ。決して侮らないこと。恐るべきセンスだ。中距離では血持ちはデスガトリングか。で、使
かず離れず一定の距離でマークしてきやがる。にしてやるよ。逃がすか。こいつ。スタミナと執念深さなら負けるつもりはない。その傷に毒や。この方位を走り抜ける足も残ってねえ。避けきれるかバカ。ヒーロー狩り、ここにいるのはいずれも視線を超えた経験のある精鋭。お前を狩るためにな。その言葉に違和感があるのは俺だけかな。やつめの特用パックみたいなんじゃテンション上がらねえんだよ。大人気だな S 級は。S 級にだけ伝えられることがあるらしい。同じヒーローなのに S 級以外にも優秀なヒーローは存在する。そう、自分たちの手柄のために。毒か。今怪人協会ってやつがごちゃごちゃやってるみたいだが、調子づいている怪人どもも俺たちの力でねじる気はねえぞ。踏みしめて上がっていってやる。見逃さなかった時のリアクションな。うちで互角だったのはすごくかっこよかった。なんでお前は綺麗な海を守りたかっただけなんだよ。私だけ強ければ勝てたのに。今だ。なんだ鎖が。こいつ刃物なんか手にしやがったぞ。俺が持ったら、効いているはずなのに。気をつけよ。何、いつの間に正面がガラ空きだ。下ろせ。うなれタケノコ。あと半分。生け捕りは中止でいいな。ああ。まだその速さでいたはずなのに、気づけば奴のペースに飲まれている。ご指名だ。みんな手を。何？よくもどいてろ。離れろ。おいおい、どうして振り切れない。あいつメガネを。これでは今僕はただの足。足手まといですよこの新入り。皆さんで終わった。僕みたいな凡人にもう限界だ。挫折してる暇があるなら前に進んだ方が。僕は変わると決めたんだ。だとしても見捨てられるか。ギガンティングを。自ら盾を放棄するとはな。そんな出まかせを信じると思うか。怪人が勝つ瞬間を。死ね。デスシャワー。おじいさん。構えても無駄だ。知ってるぜ。さっきのが前段打ち尽くすデスシャワーの。ピンチになる。なんてことはなかったな。こんなはずじゃなかったってか。素直に S 級ヒーローにも声をかけておくべきだったな。変わってただろう。何が S 級だ。 S 級はすごい。だが俺たちだってヒーロー狩りを追い詰めているのは A 級ヒーロー。お前はこの俺が倒す。俺たちのランキングを気にしてるのはてめえじゃん。くだらねえ、くだらねえ。おじさん。おお、生きてた。
乱再建を放ってかわすとは。なるほど。SQX。あれだ。あの動きを思い出せ。敵のパターンが変わった。4速移動か。王手。得意なんだよ。主にぶっ壊すのはな。次から次へと。今世界は凶悪な怪人となって対処しなければならない時、お前のような小物に手間をかけ、だって目を借れば世間がもっと怖がってくる。どんなヒーローもかなわない。そんなものは存在しない。都会です。ガローさん、お迎えに上がりました。ピンチなんでしょ。幹部として招待すると言ってるんですよ。よかったですね。こっちも命令なんでね。ヒーロー狩りがいつどんな脅威が現れよう、そして今日の俺は昨日より強い。埼玉先生は俺にそれが少しつかめてきたところだ。埼玉先生、どんな怪人もかなわない最強のヒーロー。わしらに譲ってくれんか。戦闘決断権。化け物どもは任せろ、バング。久しぶりじゃのガロウ。なんちゅう姿をしとるんじゃ。お主は終わらせてやる。強いのか。うん、なんだこの失礼なガキは。こいつ、つまみ出しますか。いいえ、起きたら飯を食わしてやれ。ヒーローだね。いかにも、俺は無面ライダー。俺が完全な怪人になるための糧となる。ああ、そうだ。おお、復讐に来たか。タンクトップベジタリアン、大連れの筋肉たちも生きては返さん。死ね。何、射程が世話になったな。大物が釣れた。嬉しいね。燃えるね。多くの怪人を沈めてきたんだ。あいつ倒れないぞ。よし、おどとよ。本当に人間なのか。またまた入った。タンクトップパンチ。こりゃすぐ終わりそうだな。こいつは人間だ。なぜだろう。ここで消しておかねばならない気がする。とどめど。ちょっと待った。恥ずかしくないのか。 S 級ヒーローともあろう者が。ヒーロー様に手出す方が悪いんだろう。邪魔すんな。俺は人間と喧嘩するためにタンクトップを着こなせるようになった。二度と他人に危害を加えるな。悪かったな。嘘、思ったよ。ここで消えてなくなる。ジジイの顔がちらつくから使用は避けたかったけど。実力を膝をつくとは。舐めるなよ。怪人ガローによってお仲間が。怪人を名乗る人間か。あ、待て。お前らも来いよ。用済みだ。この野郎、黙ってんのか。相手は怖い怪人じゃない。俺だって少しは武の心得がある。こう来たら、そんでもってこう来たら出た。よう、ガキ、面白そうなもん読んでんじゃねえか。一番強いの。僕ん家の近所をよくパトロールしてるんだ。俺もサイン欲しいな。いいよ、おじさんもヒーロー好きなんだね。それ一週間だけ貸してくれないか。おじさん性格悪いな。そろそろ行くぜ。じゃあな、クソガキ。おじさん。ああ、ガキは早く帰れ。俺の攻撃が
永久ヒーロー黄金ボールだな。なあ、一杯飲ませろよ。いいぜ暴れん坊、プロヒーローに喧嘩売るチンピラが。うるせえぞ酔っ払い。俺は甘いんだな、ヒーロー狩り。サクッと仕留めて飲み直す。手の動きで弾道を予測されたが、冗談。運よく急所は外れたが。運よくだと、今の一発で俺を仕留めきれなかったてめえの負けだ。一斉に食らいやがれ、ブレイクアウト。最小限の動きとんでもないやつだ。で決める。どうだ今の、くたばれ。だから私と飲む約束を忘れたかと思いました。あなたは噂のヒーロー狩りとお見受けします。やつは右足を負傷している。フットワークは活かせないはずだ。それはどうでしょう。すっか、前だ。知ってたか、自分の奥の手が。おい、調子に乗るなよ。できるなら俺を退治してみろ。それまで調子に乗らせてもらうぜ。と見つけた、うん、探したぜ。おってか、こいつもヒーロー。知らねえ顔だな。怪物だ。え、誰だてめえ。カツアゲする気か。買い物の邪魔すんな。これくだっ。なめんな。その死のはず、骨折もしているな。最後はヒーローの意地か。まさかとは思うな。いや、攻撃は気合い。ヒーロー狩り、てめえの後に巨大。カツアゲとヒーロー狩りは見逃さねえ。バカ、死ぬまでだ。そんなに甘くねえよ。野蛮トルネード笑わせんな。倒れたか。タンクトップマスターも金属バットもただの武術への対応力が皆無だったかもな。おいおい、マジかもな。お兄ちゃん、何してんの。その人誰。お兄ちゃん、絶好のチャンス。ダメ、お兄ちゃんはだからもう終わり。いや、俺も用があったんだ。てめえがふっかけてきたんだろうが。早く帰ろ、怪獣もいるし。やべえんだった、急がねえと。え、嘘で死んじゃう。もう分からずや。あれ、もしもし、あれが巷で噂のヒーロー。狩る直前の急な怪人どもの知れだけだ。俺ならどうにでも耐えられる番だ。それとも怪人。薄い関西系お手じゃねえ。こいつ確かにスピード想定をはるかに上回る化け物。パワーもスピードも想定をはるかに上回るものだった。楽しくてしょうがねえ。俺はもっともっと強くなれるんだ。またとないチャンスだ。体は動くし痛みも感じねえ。奴の次の反応を予測しろ。知り合い。いや、心当たりはないよ。相手してたらキリねえな。そういえばお前、俺も詳しくは知らないけど、各地で怪人が暴れたりいろいろ起きてるんだってよ。そうなんだ。自ら怪人を名乗る人間なんて今までいなかっただろ。だからちょっと期待してんだ。そっか、早く会えるといいね。